はい、じゃあ、チェアやります。チェア1,2,3 だんだん1回かに分けてやった方がいいんで、まず浮かせるっていうのを、で形は気にせず、まずはやる。で、手をキャッチして、まあ、差し込む場所はお腹より、これは多分今みんなできるんで、今回こう横っ腹を目指してキャッチする。なんで、まあ、最初から横っ腹に手を置いた状態で練習するときはそのまんま床に手を置いちゃう。で、残ってる手と頭も一緒に置いちゃう。まあ、足ついてていいです、最初。この状態でキープできるようになってきたら、足を浮かせる。こう。浮かせられるようになった人は足をかける。みたいな感じで、まずは手を差し込む場所を前じゃなくて横。横で、ここね、横。で、浮かせるを目指してほしい。で、最終的には浮かした時に足の、まあ、向きというか角度が、膝がちょっと上に両膝向く感じがいいね。斜め上に。横でもいいんだけど、少し上に目指す。で、目線は自分の後ろに伸びてる足、ここを見てあげると、頭がちゃんと顎を引いて立てられるんで、頭がね、こう。ダメだねは耳つけちゃって頭がこう、目線が全然違うとこ向いちゃってる。これダメね。これダメなんで、こう。はい。ちょっと目線を気にして浮かせる練習をしてください。以上です。はい。